侍様の戦い方じゃない。忘れるな。いや、クロウドだ。どうも皆さんこんばんは、モアイケンです。前回ですね、ゴーストオブツシマの、時代背景と歴史という動画を出させていただいたんですが、今回はさらにですね、もうちょっとだけ詳しく自分なりに解説をしたいなと思って、第2弾を作りました。ちなみにこちらが前回の、動画になっておりますので、よろしかったら見てください。まず1個目、ですね、こちら見ていただければわかると思うんですけど、当時のモンゴル軍の帝国の領土は1260万平方メートルと非常に大きな支配下を収めてたと。その一つのもう一個の侵攻として日本に、侵攻してきたのは1274年の第1回目文益の役というのが、対馬に来た時だったらしいです。で、対馬ってどこですかっていうと、まあちょっと次の画像で見ていただくとわかるんですけど、右下が九州地方だと思っていただいて、九州地方と中国アジア大陸の方で、ちょうど真ん中にあるのが対馬というふうに覚えておいてください。こちらが舞台となっているのが今回のゴーストオブ対馬というゲームになっております。で、次の、画像を見ていただくとわかるんですけど、モンゴル帝国の皇帝は誰だったんですか、当時の日本はどのような状況だったんですかと、チンギスハンから始まってフビライハン、はい、でこちらが鎌倉幕府の、北条時宗、こちらが迎え撃ったというのが、正しい情報のようですね。まあ実際ですね、北条が戦争合戦に行ったわけではないんですけど、まあ当時はこのような感じになってたというのが、時代背景になっておりますね。で、フビライハンがですね、ちょっと当時写真なんてものはありませんので、まあ絵になるんですけど、このような感じの人が来てたみたいですね。はい。で、こちらをですね、日本は、当時モンゴルを元と、定めて、で、元寇という風にして、1274年の1回目文益の役、第2回目1281年、公安の役という風になってます。で、ゴーストオブ対馬に関しては、文益の役1274年の、ことをモチーフにしたのが、題材になっておりますね。で、先ほどの地図見ていただいた通りに、海から渡ってくるものですから、このようにですね、船を使って、モンゴル軍は攻めてきたと。で、有名な話なんですけど、当時この神風というものがあって、この暴風雨なんですけど、これによってですね、戦力がちょっと下がって、まあ日本を侵攻しに来たと。まあ結局、日本この対馬は負けてしまったんですが、まあいろいろこの風という部分が今回のこのゴーストオブ対馬に関しても非常にキーワードになっているらしいです。で、これはですね、1回目、2回目ともにですね、この神風ということですね、日本に大きな風をもたらして、モンゴル軍の侵攻を止めたと言っても過言ではないという説があったみたいです。これが、まあ、その当時の写真というか、このように木の船で何人か乗ってきたというのが本来だったみたいですね。
はい。で、当時のですね、モンゴル軍にしても、まあ日本の武器なんかの、何なのって言って、基本的にはそれは弓とか刀だよねってゲーム性でわかると思うんですが、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、真ん中に鉄砲って書いてあるんですね。まあ当時、鉄砲ですね。あの、まともに機能はしてなかったみたいんですが、まあこの飛び道具として鉄砲を持ってきたのもモンゴル軍だったと。いう風になってます。で、基本的にはその海からその陸に上がってきますから、基本的にはこの鉄砲だったり投石機だったり、この火の今の出てるように火の矢だったり、がメインだったんですが、に、対馬の軍としては、当時のですね侍はこのように、弓矢で、対抗してたというのが、時代背景にあるみたいです。で、当時ですね、日本の武士って結構集団戦がですね、苦手って言われてたんですけど、この時には結構ですね、一致団結して迎え撃ったというのが、書いておりますね。まあ、ただですね、結局負けてしまったんですけども、まあ、そもそもですね、数が違ってました。はい。で、この当時のですね、ちょっとした、画像なんですけども、まあ、このような感じで、まあ、騎馬。馬を使って当時上陸してきたりっていうのもあって、かなり日本は厳しかったという話もあります。まあね、その時いるわけじゃないからわからないけど、まあけど結構お互いこう、なんだろう、もう肉弾戦だよね。うん、まあそういう感じのゲームにもなってますからね。もう近接近接と。で、これがちょっとこの、なんだろう、この真ん中のね、この火の石みたいなのが多分鉄板なのか投石機なのかわからないけど、こういう飛び道具も、モンゴル軍は使ってきてたという情報も書いておりますね。まあ本当に自分でちょっと調べただけなんですけどね。はい、こういうのも使ってたとあります。で、次の画像はですね、前回の話でも言ったところなんですけど、対馬で文益の駅で対馬軍が負けて奴隷を大量に持ってかれた時に手のひらに穴を開けてそこを縄で通して、それで持ち帰ったとか、それを壁にしたとか、いろんな説があるんですけど、そのようなことを、モンゴル軍は当時からやってたみたいですね。はい、まあ、このような感じになってますね。じゃあなぜ、モンゴル軍は、日本に来たのかって、これもですね、いろいろな説があるんですが、一番有力な説があるのが、マルコ・ポーロの黄金の国、ジパングの情報を聞いたからという話の説もあるみたいです。いろんな説が本当にあるんです。もう全部言ったらもう切りないんですけど、まあ日本に資源とか、もう黄金の国だから行けよと。その黄金っていうのが、例えば稲、米なのかどうかちょっとわからないんですが、まあ、四季折々しているね、国柄ですので、やっぱ作物とかを育ててる、環境は非常にいいというふうに注目をされてたことから、黄金の国ジパングっていうふうに聞いたのではないかと言ってるのがありますね。ちなみにマルコ・ポーロっていうのはですね、ベネチア人ですね。で、フビラヘアにも面会して、いろいろ情報を与えてたのがこのマルコ・ポーロだったという説もあるみたいですね。はい。まあ、このような情報がいろいろとあるんですけども、まあ、ちょっとですね、まだ私もですね、にわかですので、まあ今回の動画に関しては、一番伝えたいのは、この風の部分なんですね。まあ、これを神風って言ってるんですけど、神に風って書くんですけども、まあ、当時その、海から陸に渡るときに、日本がこの風を使ってじゃないんですけど、風のおかげで、だいぶ戦力を減らせて、2回目の、公安の駅には勝てたんじゃないかみたいな説もあるんです。で、今回はこのね、PV 見てもらうとわかるんですけど、風が非常にですね、キーワードになっているゲームでして、いろんなところでこの風の揺れる木とか、物があったりして、で、この風が湿るところで、自分が行きたい位置とかが、こう、あったりとかって言って、今回これが結構ですね、なんだろう、ポイントになってくるっていうのもありますんで、ここもぜひ楽しみの一つではないのかということでございます。はい、第1回目、第2回目とですね、あまりですね、もっと詳しくですね、わかる方はいっぱいいると思うんですけど、まあ私ですね、本当に4月17日を楽しみにしてまして、ぜひね、楽しむためにはですね、まずね、この身内から知るっていうことがね、大事だと思いましたんで、自分なりに調べて、
できれば動画にして皆さんに見ていただこうかなと思って作った動画でございます。よろしければ、チャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。では皆さんで待ちましょう。7月17日、ゴーストオブ対馬、楽しみにお待ちしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。